どうもビギです今回も早速やっていきましょうエクステリームアメリカ野球留学どうやってアメリカ野球留学するのへん。テイクワン はい、あ簡単に自分の自己紹介させてもらうと自分はアメリカの2年生大学で2年間野球をやっていて、えー、今年から4年生大学に編入して野球を続けるアメリカ野球留学生ですアメリカ野球留学とは何なのかについて説明した動画はこちらからよろしくお願いします今回はあどうやってアメリカ野球留学をスタートさせるのかについて話していこうと思います自分の動画を通じて 野球留学に興味を持っているアメリカで英語を学び大学の単位を取りそしてアメリカ人と野球をすることに憧れている興味があるけどどうやって野球留学をスタートさせたらいいかわからないという方に向けての動画です今回はアメリカ野球留学をどのようにスタートさせるのかについて4つのプロセスを4つの段階を踏まえて解説していきたいと思います1アメリカ野球留学について調べる2エージェントとコンタクトプラス相談会3現地セレクション 4. 飛べ準備という形になっております。それではやっていきましょう。まずはじめにアメリカ野球留学に興味を持っている人は、Google や何でもいいのでアメリカ野球留学をは 野球留学で調べましょうこの時に注意しないといけないのは野球留学というのは2つの意味が入っていて1つは自分がいつも話しているアメリカ野球留学ですもう1つは例えば自分の地元は神奈川なんですけど神奈川の人が大阪に1人で野球をするために高校を選び親元を離れて野球をすることも野球留学と言えますですがこのチャンネルは前者のアメリカで野球をしながら単位を取るアメリカ野球留学について話していきますアメリカ野球留学について調べると2つのエージェントが出てきます1つがアスリートブランド でもう一つが BBC です簡単に2つのエージェントの特徴を説明するとアスリートブランドはワシントン州アメリカのこちら辺のあ首都じゃない方のワシントン州の大学に多くの,多くの留学生を送り込んでいます一方 BBC はカリフォルニア州に多くの選手を送り込んでいます次にエージェントとコンタクトプラス相談会ですこの2つのエージェントについて調べるとこの2つのエージェントのホームページに コンタクトを取るみたいな欄があるのでそこからコンタクトを取るとエージェントが相談会を設置してくれます相談会というのは選手と選手の保護者プラスエージェントの方1人という3人でそのアメリカへ給料局について聞いたり様々な質問をすることができますそこでインターネットとかには載ってないような情報だったりも聞けたりするので まずは相談会をしましょう。えー、またあ現地留学生、今現在留学している自分のような選手にコンタクトを取ることもお勧めします。そこでプレーしているものでしかわからないようなこともあるので特にお勧めします。コメント欄にコメントしていただければあ相談には乗るのでどうぞよろしくお願いします、はい。次に現地セレクションです。自分がセレクションを受けたのは2018年なのでコロナが起きる前でした。2018年のセレクションは9人プラス、えー、エージェントの印刷の方1名での10人でアメリカに行き、えー、学校見学プラスセレクションを行いました。その時に。 行ったのは野手だったらバッティング、室内だったり屋外だったりします。60ヤード層50メートル走より少し長めのダッシュです。あとはノック、ノックキャッチャーのスローイングなどです。当初は基本的にピッチングしかしません。で、たまに高学戦などが行われる時もあるので、その時には実際にアメリカの大学の野球部の選手と混じって高学戦に参加して自分の力を見せるというものでした。現在はコロナの影響で渡米が難しい状況となっているのでビデオセレクションというものが行われています。これは自分のプレイしている動画を撮り、それをアメリカの大学に送ってもらう そこで合否がわかるということです。自分たちの場合はその現地に赴き、それで最終日にどこから合格をもらったそこでその合格をもらった大学から自分の行きたい大学を選ぶという形だったんですが、現在は 自分のプレイしている動画を撮りそれをアメリカの大学にエージェントさんを介して送ってもらい大学の合否が分かり合格した大学の中から選ぶという形になっております最後に渡米準備についてですセレクションが終わり大学の合否が分かりそうすると1ヶ月か2ヶ月の間どの大学に行くかを決める選択期間というものがありますその間に大学のコーチにいくつかの質問をして自分の行きたい大学を考えます大学を決めたら次のステップ入学手続きに入りますまず入学願書を書いて 提出するということがとが一つ渡米するためのビザを発行しなければいけませんこれはなかなか一人でやるのは難しいのでそういった時にエージェントさんが頼りになりますでもろもろの準備が終わったら最後に勉強をスタートさせます、えー、渡米の時期というのは大体自分の場合2018年の8月にセレクションがあり2018年の10月から英語の勉強を開始し2019年の7月に渡米しました一般的には秋から勉強をスタートして 次の夏直前に渡米するというのが結構一般的な形となっております人によって違うんですが自分の場合そうでしたきっちり勉強してから渡米をするという形でしたこれがざっとまとめた入学までの流れですもし質問がある方はコメント欄によろしくお願いしますこのチャンネルはこのようにアメリカへ急留学について様々解説していくという動画をあと9本ぐらい上げますその後はアメリカの様子を伝えるものとかいろんな企画系を取っていこうと思うんですがまずはその自分が何をやっているかアメリカへ急留学という進路はどういうものなのかということについて についてじっくり解説していく動画を上げていこうと思います自分は留学中に集めた情報や実際に経験したことなどをまとめたビキブログというものも運営していない概要欄からよろしくお願いします、えー、皆さんご視聴ありがとうございました良い一日をお過ごしくださいいいんじゃねこれ